6月29日にその岡山大空襲があった時に飛行機が墜落したということで、この貝殻山じゃねえが、貝殻山じゃねえが、こういった下降りて爆撃したね、 B29 がこの辺に落ちたということで、押すと始まります。プチューブ、今日はですねちょっとね山に来てます。この近くに米軍の墓があるということで来たんですけど、6月29日にその岡山大空襲があった時にその米軍の飛行機が墜落したということで、この貝殻山に落ちたということで、ちょっとね行ってみようかなということで今日ねちょっと始めたんですけど、ここあのずっと行ったら貝殻山登れるんですかね。貝殻山じゃねえから。あ、違うんですか。おう、場所違いますかね。違う。ここ行ったら貝殻山じゃねえ、そっちは下降りてこっちです。そうそうそう、違いが欲しいな。はい、ですねちょっとね道間違えたんですけどね、この看板をね見失っててずっと奥の方に行ってしまったんですけど、詳しくは正しくはこの横らしいです。この竹やぶを抜けていくようです。はい、それでは行きます。カラスよけとかそういう、よいしょ、はい、というわけでこれから貝殻山登るんですけどね、途中ちょっと道に迷ったんですけどね、まあねそのこの先ね米軍の墓があるということで、第二次大戦中の1945年、6月29日に岡山大空襲が起きたということで、基本的にはその今の岡山の飲み屋街、中央町とか田町、柳町中心に、まあ駅前周辺ですね、岡山空襲があったわけですけど、まだねその痕跡とかも田町橋に残ってたりとかするわけですけど、東山の方までその空襲は被害を受けたって言われてますけど、そこのね空襲爆撃したね B29 がこの辺に落ちたということで、ちょっと今行ってるわけですけど、どんな感じなんですかね。まあ、一回行ったことあるんですけど、下から行くのは初めてなんですけどね。これ道になってるという。おお。ここ通ることができなかったんですよね、下道からは。西日本豪雨の影響で、この崖がね、崩れたということで、もう今治ってるんですけど、向こうの方かな、ちょっと右側の奥になるんですけど、あの辺にね、その B29 が落ちたっていうような
話なんですけど、結構ねこの先開けてるんで、もしかしたらエンジントラブルでその不時着しようかと思ったけどっていう感じで、多分あの奥まで行ったのかな。結構広いんで、そういう当時の、パイロットのたちの考えがあってここに落ちたのかもしれないです。米兵の墓、1945年6月29日まあ大体ここに来るといつも曇りなんですけど、今日も曇りですけど、おーなんかありますね。十字架はあるんですけど、その前になんかポストみたいな、なんだろうこれ。ポスト、あ、地図、あー、そういう説明書きの、これ前なかったけどな、エンジントラブルであったこと、平成5年前なかったんだ。これがこの辺のマップなんですけど、貝殻山、1冊ずつ持って帰っていいっていう感じなのかな。なんか何枚も入ってるんですよ中に。でももうそんなにないな。あ、そんなあるか。600数十メートルもの範囲に散らばったということですね、この残骸。一旦海辺に運ばれたと山陰に置かれたという、米軍の遺体は地元で埋葬されたという。まだこの辺に部品があるってことですよね。さすがに部品とかは。こちらがね、米軍のお墓ですね。お墓というか十字架、すごいな。でもちゃんと見晴らしがね、いい感じで、あの上もね、ちょっと切ってあって、まあ、合掌っていうよりかはこっちやった方が、はい、というわけでスピチューブね、今日はこんな感じで終わります。まあ本当にね、1945年6月29日に起きたその岡山大空襲なんですけど、岡山大空襲の時にそのエンジントラブルでその墜落したということで、まあこの位置的にはどうにか不時着してやろうという意思があって、まあ失敗して亡くなったっていうような感じはしますね。この先結構広い開けた位置なんで。でもなんかやっぱ山にぶつかっちゃったというか、いろいろまあ僕の考えではあるんですけど、まあね、その当時、まあ鬼畜米英と言われたね、その、ね、アメリカというかそういう敵国の飛行機が、墜落して、で全員亡くなって埋葬して、こうやって十字架をね、立てるっていうのはやっぱ本当にその日本人として大事なそのね、心というか美徳の一つであるかなと思いますね。はい、まあ、本当に70年前ですけど、その当時もこういう感じで、あったかい、一面というか感じでね、あったということで、でこのね、まあ2ヶ月か1ヶ月半後ぐらいに、原爆が落ちて終戦になったんですけど、はい、まあこういう感じで今日は終わります。それではね、今日は終わろうと思います。皆さんありがとうございました。また裏番スピチューブ始めました。
普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。